金丸明介は、日本のプロバスケットボール選手。福岡県出身。ポジションは、スモールフォワード。B リーグ、島根スサノーマジックに所属している。バスケットボール男子日本代表。バスケを始めたのは、小学生の時。中川町立中川南中学校では2年時の2003年、第16回ジュニアオールスターに出場し、予選リーグで敗退。 2004年4月に福岡堀高校進学後は1年生時よりメンバー入りしインターハイに出場。2年時の2005年インターハイではチームの得点源として活躍し2回戦の金光東院高校戦と準々決勝の北陸高校戦でチームトップの得点を記録するなど準優勝に貢献した。3年生時の2006年インターハイではベスト8。 同年のウィンターカップにも出場し、3位に貢献した。3位決定戦の八王子高校戦では42得点を記録している。2007年4月、明治大学に進学。1年次より主力となり、第83回関東大学リーグ2部で3位。第59回インカレでは8位。2008年1月の、第83回全日本総合選手権1回戦の、 JBL に、栃木ブレックス戦で、チームトップの28得点。2年時の2008年、新人戦で優秀選手賞。第57回関東、大学バスケットボール選手権大会で、得点王。第84回リーグ戦2部で4位。14試合に出場し、得点王と3ポイント王を獲得。第60回インカレでも5位に貢献し、 得点王を獲得する。2009年1月、第84回全日本総合選手権では3回戦まで進出し、JBL の愛心に敗れた。3年時の2009年、第58回関東大学選手権大会で、得点王。第85回リーグ戦2部で、リーグ通算500得点で、得点王と3ポイント王の2冠を2年連続で獲得し、 優勝と一部リーグ昇格に貢献した。第61回インカレは2回戦で敗退。4年時の2010年、第59回関東大学選手権大会は、直前に足首を捻挫し欠場。11年ぶりに一部リーグに復帰した第86回リーグ戦では、10チーム中7位となり一部残留に貢献。第62回インカレでは、 リーグ戦5位の拓殖大や3位の東海大など上位大学を破り、準決勝でリーグ戦2位の慶応大に敗れたが、3位決定戦では関東学院大に勝利し3位となり、自身は優秀選手賞、得点王、3ポイント王を受賞した。2011年1月に大会ぶりに出場した第86回全日本総合選手権では3回戦で東芝に、 敗れた。大学卒業後の2011年、JBL のパナソニックトライアンズに入団。1年目より、オールスターゲームに出場。2011から12シーズンのルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞。2012から13シーズンは2013年1月の第88回全日本総合選手権では、 パナソニックとして16年ぶり10度目の優勝に貢献し、ベスト5に選出された。JBL リーグ戦でもベスト5とフリースロー成功率1位のタイトルを獲得。パナソニックの2013年限りでのキューブを受け、ンシーホース三河に移籍。2013から14シーズンは3ポイントシュート成功率1位のタイトルを獲得。2018から19シーズン。 スリーポイント成功率が43.7%だったが、石以降優良には及ばなかった。2019から20シーズン、2020年3月15日、B リーグ大記録となる1試合11本のスリーポイント成功、自身最多で B リーグ日本人歴代最多の45得点を記録した。賀樫勇気田中大輝と共に4年連続でベスト5に選出された。 スリーポイント成功率が44.8%だったが、松井慶十郎らには及ばなかった。2020から21シーズン、自身初のレギュラーシーズン最優秀選手賞を受賞した。ベスト5では、富樫勇樹、藤井雄信、ジュリアンマブンがニック・ファジーカスと共に受賞した。スリーポイント成功率は46.6%で、カノユースケに次ぐ2位で、 フリースロー成功率は90.7%で、古川高俊に次ぐ2位だった。6月のビーリーグアワード賞ではこの年に弟が亡くなったことを明かし、MVP の受賞について、弟に最高のプレゼントになった。弟からもらったものかなと思うと語った。2021年6月25日、8シーズン過ごしたシーホース三河を退団することが、 発表され、同年7月1日に、島根スサノーマジックへの入団が発表された。高校3年時の2006年に、U、U-18 日本代表に選ばれ、アジア U-18 選手権で6位。大学3年時の2009年に、ユニバーシアード代表に選出され、得点王を獲得。直後に行われたウィリアム・ジョーンズカップで、 アメリカ挑戦のため代表活動を辞退した竹内ジョージに代わり A 代表に初めて招集され出場機会こそ少なかったものの最終戦で3ポイントを6本決めるなど存在感をアピールしたまた日韓大学対抗戦の理想白杯にも出場2010年2年連続で日本代表候補に選出されウィリアム・ジョーンズカップに出場 2011年、東アジア選手権で2位。2012年、フィバアジアカップで準優勝。2013年、アジア選手権では7試合に出場して9位。1試合平均12.1得点。2014年、フィバアジアカップで6位。アジア競技大会で5大会20年ぶりの3位に貢献。2021年、東京オリンピック。 日本代表に選出された。ありがとうございます。